本来でしたらこの場に中国の証言者の方がいらっしゃるはずでしたけれども、先ほど主催者の挨拶のようにあったようにビザが発行されなかったということでございます。先ほど藤田さんが強調されました中国の方が、ビザが、ね、急に出ないということで、結局はこちらに来ていただけなくなったという話、一部の新聞に今朝載ってましたので、今日のこの瞬間のことかということで、驚きました。そして同時に、まあ、日本政府は本当に努力はないなと、思いました。で、誰がこんなことを考えたかなというところでは、藤田さんはその外務官僚だろうと、言われてるんですが、私は思い通った範囲内に政治家がいるんではないかという気がします。で、安倍首相も、直接こういうところまでは口出しはしないかもしれませんが、まあともかく戦争法を国会で無理押しして通して、それで、まあ、彼の、人によっては虚栄心と表現してますが、自己満足は、できた、だとしたらもう厄介ないろんな問題で突き上げられるのはごめんだから、臨時国会はやらないって言って海外に逃げちゃえと、いうことを繰り返していると、いうところで、またそういうことで、その批判の声を、高めるような、取り組みに海外の人が来るのかというのは安倍さん嫌がるだろうなということで、安倍首相の側近、あたりが、外務官僚に圧力をかけているという気がします。